ユージーン・フランクリン・ハーグレーブは、アメリカ合衆国インディアナ州、ニューヘブン出身のプロ野球選手。右投げ右打ち。バブルズはニックネーム。シンシナティレッツの球団連動入り選手で、1926年のナショナルリーグ首位打者。1913年、20歳でにシカゴ・カブスから、メジャーリーグに、デビュー。1915年までカブスから出場していたが、 レギュラーの保守にはなれず、翌1916年から1920年の間はメジャーでの出場機会がなかった。1921年に新シシナティレッツで正保守となり年90試合から100試合に出場するようになり、レッツには1928年まで在籍した。パスボールやエラーが少ない堅実な守備の一方で、 1922年から1927年まで6年連続で打率3割以上を記録するなど打撃面の活躍が目立った。1926年には105試合に出場して326打数115安打打率353を記録。当時首位打者資格の条件が100試合以上出場だったことからハーグレーブはこの年の首位打者のタイトルを手にすることに なり、同年の最優秀選手の投票では6位になった。1929年シーズンは出場せず、1930年のヤンキースでの経歴がメジャーの最後となった。1962年にシンシナティレッツの球団伝導入り選手となり、1969年にオハイオ州シンシナティで死去。ありがとうございます。